はい、こんにちは。本日はですね、前回増田陸選手のプロモーションビデオを撮った時に、まあ、スルタンのこの内臓の形がはっきりと見えたと、まあ、ある種一種のアスリートのゾーンの状態に入ってたみたいな話を聞いたんで、だからその肝臓だ、肝臓だね、左ボディでもね、肝臓がその立体的に見えたって言ってたよね。そうそうそう、だからその極限の集中状態に入って、うん、ゾーンに入った時の、まあ、現象みたいな話を、うんうん、まあ、ちょっと今日はしていこうかなと、まあ、なんか結構聞いたこととかない？聞いたことっていうか、まあ、その俺が目の当たりにしたことはあるね。ほう。セブだったんだけど、うんうん、まあ、ウォーターフロントカジノホテルなんだけど、うん、もう持ち金がなくなったんだよね、うん、で、恵比寿が打つってなって、うん、バカラだったんだけど、うん、席に座ってもう本当にもうこうなんだよ、うん、要するにディーラーが配ってるカードも見ないんだよ、うん、でここにあれがあるじゃん、その、あ、今までの履歴みたいな履歴があって、はいはい、まあ、そこの傾向とかをあれしたりするでしょ、うんうんうん、もう1ミリも見ないで、ずっとこうなんだ、うん、でもう柔軟連勝した。でその最中に要するにかけない時もあるの、見えないって言って、見えないはやばい。そうそうそう、でいやどこも見てないから一点集中だから、うん、でもうずっと勝ち続けて、どっかで、あ、もうダメですって言って席立った。もうあれはゾーンでしょ。爆裂増えた。爆裂増えた。ただあの、いかんせん掛け金が小さくて、ね、本人のあ、だから全部倍々でやってたんで、ね、専門学的になるけど、あの時はでもそうだったよ、もうこうだもん、ずっと。だから赤木状態だよね。まあだろうな、うん、で俺はその自分のことを振り返った時にそういう状態あったのかなって言ったら、まあ、残念ながらやっぱなくて、うん、ただゾーンまではいかないけど、あ、これ超集中だろうなっていうのはあったんで、はいはい、それは入場の時なんだけど、うん、まあ、入場って大体音楽が、自分の音楽を流すじゃん、うん、でこの入るタイミングとかあるじゃん、うんうん、で俺も途中から、まあ、最初の方はこうやって入場曲これがいいかなあれがいいかなって考えたけど、途中から変えるのやめようと思って、用心棒か、黒澤明の用心棒の音楽を使ってたんだけど、もう何も聞こえなかった時があった。あ、なるほどね。要するに何も聞こえなくて、で後で自分の試合の映像、その 当時は日テレジータスで放送されたのを見た時に、うん、なんて言うんだろう、周りのトレーナーが要するにどのタイミングで入るとか聞いてるんだけど、うん、俺もうそんなの、もういつでもいいって言ってもうそのまま入場してって、っていうのは後で映像を見て、あ、こんな集中してんだなと思うっていうのはあった。入場曲も何も聞こえない状態でリングインして、ただリングインしてからは別に普通だった。普通だったの。そこで使っちゃった。つけた。まあそうそう長持ちしないやつだからね。あれね、で、あの相手の入場曲がしっかり聞こえる。え、それめっちゃ大事な試合だったってこと？日本タイトルマッチ。中森君とやった時だね。ああ、なるほどね。もう本当最後だと思ってたから、うん、あの時は。でその後に、その後の試合の時とかにね、防衛戦とかあって、やっぱ自分の中でこうやって振る舞うんだよ、うんうん、振る舞ってはいるの。あ、集中してますよと、うんうん、でもやっぱりもう周りの人たちからも、やっぱそれこそ同じ陣営からもやっぱ全然あの時とは違うっていう風に言われるもんね。うん、でも分かんない、自分でも。なるほど。でも本当に集中してんだなっていうのは入場の時に一回あったからっていうところ。いや、まあ例えば自分とこの選手でもさ、もうこれがここで負けたらもう終わりだっていうさ、試合を後ろから見ることあるわけじゃない。まあ例えば千葉とかは、まあね、これが最後の練習だと思ったって言ってたじゃない。うん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 、だから旗から見ててどうなんそれは。あ、今日は違うな全くみたいな。いや、それはあまり分かんないかな俺は。ああ、分かんないな。隣にいてそれをオールはあんまり感じれない。自分のことばっか考えてる。ま、絶対入ってる時あるからな。あ、まあな。空手家の人の話とかだと、うん、光る。あ、で光った場所を打つと、うん、相手が失神するみたいな。
でこれはなんかね堀池隆がさ、まあ、空手出身じゃない、うんうんうん、で堀池から聞いて、うん、でそしたら隆が自分もそれ聞いたことありますみたいな、うん、だからそれは後でさ自分で振り返った時に光ったってなってんだもんな。うん？後で自分で振り返った時にあ光ったって、だからそこを打ったってなるんじゃないの？あ、やってる時は別に感じてないんじゃねえ？違う違う、俺は全然わかんないんだけど、でもそれを言ったら例えば俺もバイク事故何回かやってんだけど、うん、もう鮮明だよねその瞬間。はいはい。あ終わったって自分の中であるんだよ。うん、でそっからがだからもうそういう風になってる時点でだって本当は瞬間じゃん。うん、でそれでまあ自分がこのなんかこのちょっとなんていうの避けたりとか、うんうんうん、なんか してる瞬間なんだろうと思うんだけど、でも事故った瞬間っていうのはもうあるよやっぱり。あって一瞬時が止まったような感じ。それは今振り返るとね。うん、なんか事故った瞬間ってさ受け入れちゃわない？いや受け入れるっていうか、だからお前もあそれお前の話すればいいんじゃない？うん、いや俺も10メートル落下した時、建設現場で、まあ、1メートルぐらい落ちるみたいなのあるからさ、うんうんうん、で1メートル落ちてで地面に足がつかなくて、うん、スーってそのまま落ちたの、うん、で記憶を反芻して、うん、あここ何も足場ねえやみたいな、地面まで一直線だみたいな、うんうん、終わったなみたいな、うんうんうん、っていうのをファーって感じつつ、このどん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 落ちていく体っていうのをこう感じてた。だもう抗えないみたいな、うん、俺はもう何もできないんだみたいなでもあの瞬間の多分集中、まあ、そのある意味ゾーンってやつ、うん、でそれってもう超集中でしょ、うん、であれはやっぱり自分でなんかゾーンに入るためのトレーニングとかってなんかあるじゃん。それ室伏さんとかが提唱してるよね。あそうなんだ。そうあれはでもまあ俺なんかも例えばこの試合に向けてはこれだけやったっていうで、まあ他の試合もあってそこまでの意気込みじゃない時もあって、でも試合の直前になるとやっぱグーッと集中しようとするんだけど、うん、やっぱそのまあ俺はそういうノウハウみたいなのノウハウっていうか、まあ例えばそういうふうに提唱されているようなやり方っていうのも知らないから、自分の中で何とか集中しないと、あの時の試合はこのクソ集中してたから同じように集中しようと思ってさ、うん、やったって全然できないんだよ、うん、もう全くできないんだよ。だからそういう持ってき方っていうのが要するにあるわけだ。ルーティーンっていうやつ、ルーティーンみたいなやつなんだ。だからまあそれこそルーティーンもでもその一種なのかもしれないよね。まず行動から、うん、自分がいつもこうやっていく行動から入るっていうね。で一郎がよくなんつうのこの足を踏み出すの左足右足かとかさ、うん、みたいな形でこのもう全て決めて打席入ってたみたいな、うん、それはある意味その自分のマインドだけじゃなくて、うん、行動も決めてそういう状況に持っていくってことだよね。そうそうそう。アスリート専門の記者みたいな人は個人競技の方がやっぱ多いと、そのゾーン体験する選手っていうのは、うん、であとは、まあ、スポーツそのチームスポーツでも、まあ、野球とかはさこの1対1、まあ、打席に入ったら1対1になるから、うん、まあ、そういうのでそういうケースが多いみたいな。だからサッカーとかはそこまで効かないみたいなこと言ってた、うん、まあ野球とかもあるもんね、ボールがこんな大きく見えたとかさ、止まって見えるとかもあるもんね、うん、野球は結構言うよね、だから、うん、でもそれこそあのボクシングで言ったらあの井上尚弥がパヤのさあれやばかった、横浜アリーナで、うん、インサイドからのワンツー、うん、あれはだってそういうなんか記事でしたよね、うん、でその後崩れたと思ってたもんね。崩れた、うん、自分のボクシングが、ああはいはいはい、パヤの戦を終えてね、うん、あの成功体験で、うん、それドネアも言ってたね、あのモンティエルを倒した左フック、そうそうそう、うん、あれで全て崩れてったみたいな、うん、あそうだね言ってたよね。ちなみにやっぱねその室伏さんがあの書籍に書いてるぐらいなんだけど、うん、なんかハンマー投げって横にそれてったらとんでもない事故になるじゃん、はいはいはい、ハンマーが、はい、だからあの正面しか開けてないわけよ、バリケードっていうか、うん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 、網があってさ、うん、でそのあの回転の中で、うん、あの網の中で投げられるあのスペースに入る時間って 0.04 秒らしい。なるほどね。だから近くしてから投げると絶対無理らしい。何してから？
そのあ、うん、今ここだってあれでやると絶対無理らしい、うん、もう言われてみればそうだね。そうだからなんか感覚らしいんだけど、うんうん、まあ、室伏さんの体験談だと、うん、極限まで研ぎ澄まされた時は、うん、足の裏まで超敏感になって、うん、靴履いてんのに、うん、少しのこの土の歪みとかもめっちゃ気になってくる。でもやっぱりってことはやっぱりこれ何回か投げるでしょ、うん、やっぱ全てがそうってわけじゃないでしょ。だまあ、もちろんそうだと思う、まあ、その中で自分が作っていってはいるんだろうけど、うん、本当の本当のゾーンっていうのはやっぱ自分じゃコントロールができないってことじゃない、うん、だからまあそれをいかに近づけるかっていうのを、まあまあ、それはな、研究し続けてたみたいな。ある程度似たような体験は聞くけど、その内臓が立体的っていうのはちょっと初めてだった。うん、それは初めて聞いたな、うん、まあでもその話の中でも結局自分はまだキャリアがっていうちょっと思ってた部分もあると、うん、ただまあ堤との日本タイトルマッチかで負けて、でこのままじゃタイトル取れないっていうふうに自分の中で思ったって言ってなかった、うん、で本当に世界っていうのを定めてそこから逆算して何をしなきゃいけないのかっていうのを、うん、考え、もうそういうふうに自分が行動するっていう決めた時に、要するに髪型も変わったって言ってたよね。そう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 。でもね、そういうのってやっぱあるよね。まず形って、その選手とかもね、うちの選手でも過去いたのが本当に何かしら心境の変化とか何だろうあるんだろうなっていうのが、そのトランクスの色が変わったりした時で。ああ、なるほどね。今まで試合の時は必ずこの色のトランクスだったのに、ある試合でトランクスの色を変えるとか、うん、まあその服装が、いつもジムに来る時の服装がちょっと色が変わってるとか、だからまあそういう行動にもやっぱり行動っていうか自分の身につけてるものも含めてだけどさ、まあ、そこに変化っていうのはまだ出てきたりするよね。だから、うん、あれだね、まあある意味絶望したわけじゃん、うん、まあ、絶望からスタートするっていうのはあると思うな、本当に自分が変わるっていうのは。